足底筋膜炎、または足底腱膜炎とは足の指の付け根からかかとまで足の裏に膜のように張っている腱組織。足底筋膜に炎症が起き小さな断裂を起こして痛みをもたらす病気。多くはかかとの骨の前あたりに痛みが起こる。主に40から50歳代以上で発症するが若い世代でもスポーツ選手などに多い。足の裏には 測定筋膜と呼ばれる膜のように薄く幅広い剣がかかとの骨から足指の付け根まで張っている。足の甲の骨は球状になって体重を支えているがアーチを弓の弦のようにピンと張って支えているのが測定筋膜である。丈夫な測定筋膜も歩行やランニング、ジャンプで使いすぎたり40歳代以降になると 古いゴム管のようにひびが入り炎症を起こす。それが痛みの原因となる。長引くと側底筋膜の付け根にあるかかとの骨がトゲのように大きくなり痛みが増すこともある。ランニングなどの可視用による緊張以外には扁平足、老化によるアーチの低下なども原因となる。長距離走をはじめとしたスポーツのほか 長時間の立ち仕事をする人も発症することがある。厚底靴の使用でも生じる場合があると報道された。予防には必要以上に測定筋膜に負担をかけないようにクッション性が高い靴底でかかとがしっかりしていて足にフィットする靴を選ぶ。朝起きての数歩がとても痛いがそのうち軽くなってしまう。長い間座り急に歩き出すと痛む。 かかとの骨の前方内側を押すととても痛いところがあるなどが、測定筋膜炎の特徴であり、比較的容易に診断がつく。レントゲンで骨の突起が認められることもあるが、痛みの原因とは限らない。測定筋膜炎を起こしたかかとの骨40歳以前の人、かかとの骨より前の部分が痛む人、朝より夕方に痛む人、歩くほど痛みの強くなる人は、 別の病気の可能性がある。ほぼ9割の人は1ヶ月から3年以内に自然治癒する。足のストレッチをしながら刺激を避けて自然治癒を待つのが基本。スポーツが原因であれば練習量を減らす。ヒステロイド系抗炎症剤の湿布薬や塗り薬、かかとのクッション剤、足のアーチを補助する、足底板を使用する。痛みが強くなると、 局所麻酔剤の注入や、昇炎鎮痛剤を内服するが、生活に支障をきたすほど痛みが強くなると、内視強化で、測定腱膜を切り離す、外科手術をする。外科手術する患者は、潜在患者約50万人の1%だと言われているが、マラソン選手など特殊な条件以外は、手術は行わず、その効果には、賛否両論がある。 2008年、厚生労働省は、鎮痛剤などによる保存療法を半年以上言っても効果がない難治性、測定筋膜炎の治療機器として、毒ドルニエメドテックシステムズ社製の対外衝撃波、頭痛治療装置、ドルニエエイポスウルトラを承認した。同装置の原理は、同社がトップシェアを持つ尿路結石を除去する。 衝撃波結石破砕装置と同じで、衝撃波を幹部に集中的に照射する。まず、治療部位に超音波ゲルを塗布し、測定に超音波トランスデューサーを当て、衝撃波の収束点が、治療部位に来る、要位置決めをする。発生した、衝撃波音響レンズで一点に集め、治療ヘッドを足の側面に当て照射する。泌尿器のように石を割る必要がないので、 血席破砕装置よりも低出力である。衝撃波が痛みを取る仕組みについては、様々な説があり、痛みを感じ取る自由神経終末を編成させたり、痛みを伝える物質などを減少させたり、衝撃波の照射で、新しい血管が誘導されたりすることによって、治癒が促されると考えられている。治療の最初には、痛みがあるがすぐに慣れるため麻酔はしない。 治療効果が出るには最低でも2、3日かかる。1回で良くなる場合もあるが、何回か治療を要する場合もある。スポーツ選手の場合、入院、リハビリ期間が半年かかる。外科手術は、1シーズンを棒に振ることになるだけでなく、最悪の場合選手生命が終わる可能性もあるのに、対して、同装置を用いれば、剣を切断することなく、外来で数十分の治療で済む。 また、衝撃波による治療は薬剤を使わないので、スポーツ選手にはドーピングの心配がない。2012年4月より条件付きで健康保険の適用となった。2010年に新札幌整形外科病院に、2011年に宮崎大学医学部付属病院に、それぞれ導入された。欧米では200台以上導入されており、測定だけでなく方 肘にも適用されている。欧米の臨床研究では、難治性測底筋膜炎を含む、全患者の5から8割で、痛みがなくなる、内視緩和されるなどの効果が報告されており、日が経つほど痛みが和らぐ傾向が認められたという。足の指を甲側に反らせる、測底筋膜のストレッチングに加え、下肢すべての関節の柔軟性獲得のストレッチング。ありがとうございます。